端午の節句を前に高知市のおもちゃ販売店が園児たちに鯉のぼりを送りました。久しぶりの晴れ空となった今日の県内、鯉のぼりは澄み渡った青空をバックに悠々と泳いでいました。はい、どうぞ。ありがとう。はい、受け取ってくれるかなって、ちゃんと用物。1月に開園した安子ども園に鯉のぼりを送ったのは、高知市で人形やおもちゃを販売するおもちゃのキャッツアイです。2015年から江南市や上市を中心に寄贈を行っていて、今回が9回目となります。子どもたち一人一人にミニサイズの鯉のぼりもプレゼントされ、子どもたちは大喜びでミニ鯉のぼりを泳がせていました。鯉のぼりのお返しは元気いっぱいの歌声です。晴れ渡った園庭に出ると、いよいよ大きな鯉のぼりを上げていきます。はい、鯉のぼりの長さは4メートルです。近年、住宅の事情や飾るための準備を理由に、全国的に鯉のぼりを上げる家庭が減っているといいます。こうした寄贈も風習を大切にして子どもの成長を見守ってほしいという思いから行われていて、空高く上がった大きな鯉のぼりは晴れ渡った青空を悠々と泳いでいました。よかった。楽しかった。ない。ある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 。でも、お家にはない。もう感無量でございます。もうこの笑顔のためにこうなんかプレゼントしてるというふうな形ですよ。やはりあの子どもたちはこの元気に育っていて、またこの高知県をより盛り上げていただきたいと思ってます。安子ども園は近くの保育所と幼稚園が統合して高台へ移転したばかり。初めて迎える端午の節句です。贈られた鯉のぼりは5月いっぱい飾られるということです。